はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチやっていこうと思うんですけど、本日はバサギリ使っていこうと思います。まあ、今回ね、ステルスロックマックポケモンをね、この世であるから他にしてなんか使おうかなって考えてたんですけど、まあ、バサギリが、まあ、一応ステロ負けたなっていうところで、まあ、今月なんか若干強いんじゃないかなと思ったんで、まあ、今日ねバサギリ使っていこうと思います。で、まあ、バサギリはね、ステルスロック巻くっていうわけではないんですけど、岩石アックスっていうね、専用技が、攻撃しつつ、ステロを巻けるということで、まあ、かなりね、技の性能としては、ぶち壊れてるわけですよ。じゃあ、なぜ使われてなかったか。まあ、それは簡単。ウーラオス連撃ですね。まあ、水流連打がね、ちょっと痛すぎたんですけど、まあ、ウーラオスもね、いなくなったんで、まあ、かなりね、動かしやすいんじゃないかなと思っております。で、まあ、とりあえずバサギリから確定で、まあ、バサギリサーフ号って投げると、ちょっとウルガモス重いような気がするので、まあ、海流かな。まあ、海流サーフ強いからね、ステロマキ海流サーフが。まあ、一応相手も、カバルドンってさ、なんか強いかなと思ってたけど、まあ、メガネサーフ号とか多いし、カバウルガとかで来んのかな。まあ、どちらにしろバサギリでね、一応ステルスロックは巻いておきたいんで、カバから来たら嫌だか。まあ、サーフ号バサギリ、海流とかで行きますか。まあ、なんかサーフ号が明確に振り取る相手が、まあ、サザンと、まあ、ウルガモスで、まあ、ウルガモスに関しては、ギリバサギリ直帰なんで引けるかなと思います。で、そうだ、バサギリね、今回直帰なんですけど、まあ、バサギリって、なんか今までの感覚からいくと、なんか AS タスキが多かったんですよ。で、今回ね、AS タスキにしようかなと思ったんだけど、なんかタスキにする理由があんまりなくて、なんか直帰にしとけばある程度攻撃耐えるんで、まあ、今回ね、欲張って HA 直帰にしております。で、相手ヌメルゴンか、まあ、これは、まあ、ぶっちゃけバサギリから入ってってもよかったような気はするんですけど、まあ、気合玉かな、これ。引いてきてポリゴン2だと思うんだよね。多分、ウルガモスの可能性はね、あるんですよね。ウルガモスか。まあ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 。まあ、だったらマジでメガネシャドーボール打ちたかったな。はい、で、気合玉当てた。まあ、なんか柔らかくね、このウルガモス。まあ、こんなもんか。まあ、一旦バサギリに引きますか。で、まあ、バサギリの高火力で、まあ、岩石アックスで攻撃していきましょう。で、そう、バサギリのね、強いところいいですか。ガチグマがお盆の実を持ってても、シザークロスプラスインファイトで対面勝てるんですよ。で、なんかシザークロスがちょうどお盆の実食べないぐらいなんで、あ、この前なんか火力あるな。C 上がる。これ水テラバーストとかマジやめてね。ちょ、水テラバーストは無理よ。なんか相手のウルガモスさ、なんかアタッカー、なんか結構火力ある気がする。これスカーフかな？なんか一回当たったんだよな、スカーフに。草か。耐えるよね。草ギガドレは、さすがに耐えてくれると思うけど。まあ、ギガドレ、この前じゃない、ギガドレ。まあ、この前もさっきのダメージ的には耐えるんでね、オッケーオッケーオッケー。まあ、でもこれはステロ巻いて、後出しからステロ巻いて、まあ、海流の神速圏内まで入れることができたん、あ、オッケー、当てた、ナイス。あ、まあまあまあ、これは十分ですね。で、まあ、ステロ負けたんで、まあ、これは試合的に海流サーフの展開ができるんじゃないかなと思います。で、まあ、バサギリね、そう、ガチグマに対面勝てて、海流に、まあ、見た目弱くないんですよ。で、サーゴには水テラス、辻斬りとかで、まあ、なんか、サーゴにも仕事できて、まあ、耐久ポケモンにもさ、結局岩石アックスで攻撃しつつステロ負けるっていうのが強いかなと思ったんで、まあ、かなりね、やれるんじゃないかなと思っております。まあ、ただ、HA にしてきたんだけど、まあ、タスキとの違いは、考えた時に、まあ、海流に上から高火力8撃とか打たれるところなんですけど、皆さんバサギリ見て、8巻海流初手投げますかっていう。なんかバサギリって S85 で結構早いんですよ。だから、まあ、海流を抜いてるんですよ、本来。で、8撃とか多分打ってこないだろうなっていうところで、まあ、HA にしたんだけど、まあ、ちょっと回してる感じ、耐久振ってる方が、まあ、ガチグマの第一真空とかまで余裕で耐えてくれるんで、まあ、耐久振り直球が一旦使いやすいっすね。で、まあ、これはね、数的有利をね、海流サーフなんで、まあ、取らない方が強いかなと思ったんで、うん。まあ、相手も岩石アックスというか、まあ、シザークロス受かってないんで、まあ、さすがに、まあ、朝の日差し打てないだろうというところで、まあ、いい感じですね。で、これで3対2の状況が作れて、ステロ負けてる、海流サーフでしょ。まあ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 、隙はないですよ。はい、ヌメルゴンから来ました。で、まあ、ヌメルゴンって、まあ、あんまり、サーフ号に勝てないと思ってるけどね。まあ、一旦どんな方だろうと、あー、オッケー。多分相手釣ってきたな。ポリツ、はい。あー、若干めんどくさいな。まあ、マルチスケール、奪われるよね。そうだよね。いや、これちょっとめんどいぞ。まあ、ポリツね、若干ね、黄金の体トレースとか、マルチスケールトレースとかで、海流サーフ使ってるとめんどいけど、まあ、ただ、野間テラした海流に対して、まあ、突破することって、まあ、難しいんですよね。冷凍ビーム凍らせるとか以外は。まあ、なぜなら、
まあイカサマは HA 回路なんで結構入っちゃうけど、ゴツメなんで、なんか自己再生アンコールできればいいかなって。あー待って、いやだったら引けばよかったな。いやまあいいです。まあまあまあ、これ下からアンコール打てる方がでかいまであるからね。うん、はい、オッケー、自己再生で、これ相手自己再生の PP を、あ、ちょ、動いてよ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、自己再生の PP を失うわけにはいかないからね。やっぱ、ステロプラス海流サークはね、まあ、結構、使い込んでた過去があるっていうのも含めて、だいぶ、感触はいいんですけど、まあ、ただね、相手の海流がね、怪しくなったのが痛いですね。まあ、ちなみにここは、相手の引き、もう合わせて、一旦、崩しに行ってます。うん。まあ、サークを投げて、気合玉打ってもいいんですけど、それ最終手段なんで、まあ、一旦、ここのインファイトで、まあ、崩しに行くっていう動きが強いんじゃないかなと思いますね。まあ、自信打つのもね、あんまり強くないからね、麻痺ってる状況下で。はい、で、ヌメレゴン来ました。まあ、これ、ポリゴン2に関してはもう自己再生の PP 枯らすことしか考えてないんでね。で、インファイトで行きましょう。はい、オッケー。まあ、いいダメージ入るでしょ。A 高いんで。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあ、だいぶ、まあ、これで、まあ、崩しは行えてるんじゃないかな。ステロも負けてるしね。あー、え、いいんすか？え、立て、いや、耐えてきそう。まあ、乱数か。乱数だな。ワンチャン落ちる。いや、A 特化してるからね。とか、バサギリね、A は高いんだよね。まあ、一応特性切れ味もちょっと言ってなかったけど強くて。まあ、でもインファイト切れ味乗らないところだけが弱いって言ったらなんか絶妙に耐えられた。まあ、でもこれでゴルラ圏内入ったんで、まあ、ポリゴン2引きも考えてゴルラでいいかな。てかさ、メガネ C 特化ゴルラってさ、ポリツー、さすがに後投げできないと思ってるけど、できんのかな。まあ、こっち回路にテラス切っちゃってるんで、まあ、テラスはないんですけど、まあ、どうなんだろう。まあ、これでね、ちょっとウルガモスに対して、まあ、無理やり回路の丸助を潰してまで3対2作ったっていうのが、プラスに働いてますね。まあ、相手引っ込める、オッケー。とか、ヌメルゴン捨てろ。まあ、ギリ耐えるか、残飯あったし。で、ポリ2バック。いや、どうなん、耐えんの？マイナス1だからね、ゴルラ。意外と忘れがちなんですけど、なぜかゴールドラッシュってマイナス1なんですよ。待って、これ、アンコール入んないのだる。まあでもこれ TOD でいいからね、最悪。え？待ってよ、これ気合玉、待って、これ気合玉当てないといけないのか。まあでもまあ有利ではあるんだけど、まあ海流引きますか。だから海流がまひりまくったら、本格的に気合玉を当てないといけない勝負になるな。でもこれね、まあ相手のポリゴン2の自己再生が先に枯れるとは思うんだけど。相手引っ込める。まあ引っ込めたらもう勝てるんじゃない？さすがに。で、ステロ入る。多分ギリ耐える。多分てかまあギリ耐える。まあ神速動ければ勝ちだな。なんで引っ込めたんだろう？ゴルラ耐えないとか思ったのかな？まあでもどうなんだろう？乱数だったのか？なんか耐えそうだ。見た目してたから引いちゃったけど。まあ神速でいきますか。まあこれ動いたら勝ち。うん、オッケー。で、相手、トレースでコピーするのが、マルチスケールなんで、まあ、さすがにもらったか。サーゴのメガネを押し付けて、まあ、なんか、放電で無限麻痺り続けるとか以外はいけるんじゃないかな。うん。まあ、ポリゴン2ね、なんか強そうなんだよね。確かに、マルチスケールとかね、まあ、海流のマルチスケールとか、サーゴの黄金の体、トレースできるから。で、ウラオスもいなくなったから。ただ、結局、アンコールみたいな形に、まあ、耐久ポケモンって弱いからね、そこだけちょっと微妙な気がしますよね。ということで、まあ、いい感じにね、ステロからの海流サーク、勝つことができたんじゃないかなと思います。対戦相手の翔さん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。鈴鹿さん、対戦よろしくお願いいたします。大抵、まあ、これね、なんか、受けるチックってか、まあ、受け系の公式だと思うんで、え、バサギリサザンでゴリ押すしかないな。え、バサギリサザン、うん、ハピナス来たらミミッキの剣舞で崩すみたいな。いや、でもそれでいけそうだな。まあ、バサギリで、まあ、ステロ巻くことは相手の交換に圧をかけるステルスロック。で、巨人王に勝つメガネシードッカサザンドラ。で、ハピナスから崩すミミッキ。まあ、これしかないんだよな、戦術が。まあ、ステロからのアクビガチグマとかで言ってもいいけど、結局崩すやつがいないとね、これ勝てないよな、ハピナスに。まあ、今ね、ぶっちゃけ、受けループ系とね、受け構築か、まあ、対策してないんですよね。まあ、というのも、まあ、受け系の構築って、まあ、今月の終盤になるにつれて、固まってくるんですよ。環境っていうのは。まあ、受けといえばこの4体プラス2体みたいな感じになってからちょっと対策考えようかなと思ってるんで、まあ、今俺受けループにも1回も当たってないんだよね。
あ、でも動画で当たったか。なんか5つ目、アマガのやつに当たったような気はするけど。まあ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 。まあでもあんまり増えてないんでね、増えてから対策しようかなと思ってます。はい、海流。え、待って。え、何海流なの？まあでも、なんか巨人海流の海流は遅いし、つかバサギリ見てね、速い海流って投げれないんですよ。まあなので、俺は直帰にしてる。渦系には見えないしね。まあ地震神速だったらなんかとりあえず、まあ岩石アックス打って、まあ神速暗言で相手にテラス切らせて、え、待って、ハチマキやめてよ、ちょっと。え、待って、マジか。待って、これね、ちょ、言い訳させてほしい。ちょっと、ちょ、これ言い訳したくて、俺、バサギリを考えたときに、あ、一戦目で言ったんだけど、バサギリを見て、ハチマキ海流来ない理論っていうのを俺提唱してて、ハチマキ海流を投げた場合、負けるんですよ、本来ね。うん。岩石アックスでステロ巻かれて、岩石アックスで負けるんで、まあ、海流ハチマキは初手に来ないかなと思ってたんですけど、まあ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 、いいでしょう。え、てか、これ、相手逆にミミッキで止まるんですか？え、一応この展開まで見えてました。はい。バサギリをワンパンするということは、ハチマキカイルの激鈴。すなわ、待って、ステロ負けてないのか。弱っ。え、なんか、エースタスキバサギリでいい、でもいいような気はしてきたよ。うん。あの S ラインちょっと偉いんだよな。ガチグマ来ました。いや、これさ、ドータくんガチグマのガチグマだったら、じゃれつくで落ちるぞ。A 特化プラス4じゃれつく。え、でもね、ステラはね、切りたくないんだよね。ちょっとダメ系回すけど、ステラは、海竜が、ノマテラ、テラス切ってもマルチスケール5にじゃれつくで落とせるんですよ。で、最悪サザンに鋼テラスを取っときたいみたいな話もあったりするんで、てかステロま、いやーマジか、バサギリ早かったら絶対勝ってたな。まあ、スジャレでいきますか。まあ、最悪割られてもいいや。うん。最悪耐えられてもいいや。どうせ真空波だと思うんで。いや、あくび系に見えないんだよな。オッケー、ナイスナイスナイス、オッケー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 。いいよ、いいよ、いいよ。やっぱ激流打ったせいでさ、相手やばいこと起きてんじゃない？これ、ドータくんとかじゃないの？え、でも、ドータくんやばいか。海流。え？まあ、いや、HA 海流は抜いてるんですよ。俺、古速にも S 振ってるんで、まさきに若干ね。ってことは、まあ、AS ベースって考えると、え、ステラじゃねえっすか？当てたら、余裕で落ちるって書いたんだよな。まあ、今回、バサギリ会の動画撮ってる最中なんですけど、バサギリ、初手で自己死するという、まあ、HA バサギリの弱さもみんなにしっかりと見せる試合になってしまうのか。いや、でもま、8回流はね、正直バサギリ見たらあんま投げない方がいいとは思う。まあ、もちろんね、俺が直帰使ってるから、まあ、ぐちゃぐちゃにされたんだけど、え、でも、タスキバサギリとかが多分テンプレートだと思うんで、うん、まあ、リスクはあるよねっていうところですよね。はい、まあ、テラス、え、これね、落ちるよ。そもそも相手、HA ではないんだよ、絶対。バサギリの上取ってるから。つか、バサギリが上取ってたらな。だから、HA じゃないってことは、てか、HA でも乱数で落ちるんですけど、HA じゃないってことは、多分確定だと思うんだよね、じゃれつく。オッケー当てる、ナイス。え、落ちるよ、これ。はい、ナイス。ミミッキュ劇場が続いていく。ナイス。まあ、こんな感じでね、フェアリータイプがいる構築に激に打つと、まあ、こうなってしまうと。うん。まあ、もちろんね、天然ラッシュとかいたら別ですけどね。ハビラスオッケーこれは勝ちですね。まあ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 。まあ、相手も多分選出難しかったんだろうね。うん。ということで、対戦相手の方、ありがとうございました。え、まあ、これな、考えると、え、待って、マジで HA の唯一の裏目、これかなとか思ってたけど、マジでちゃんと唯一の裏目引きましたね。まあ、ということで、もう一戦やっていきましょう。はい、対戦相手の方が見つかりました。シーバさん、対戦よろしくお願いいたします。ガチグマがいないブリムオン構築。何してくるかちょっとよくわかんないんですけど、バサギリサーフ号海流？いやー、でもなー。まあ、海流サーフって、キラクロールの毒虫も防げるんで強いんだけど、ガブ入りに海流サーフって投げたくないんだよね。まあ、そうなると、まあ、シーズン1の頃に使っていた AS ベースの黒いメガネ剣舞届け団で全てを貫くという世界戦は、ありだねー。これアーマーが上から叩けるんすよ。で、今格闘テラスアーマーガなんていないっしょ。え、マジでありだな。バサギリ届け団ありだな。ちょっと待って。相手のアーマーガを流すために本来であればバサギリ届け団サーゴで行かなきゃいけないが、ただ俺の心の中では、え、ミミック投げたら腐りづらいよって言われてるんだよな。てガッかな。この構築ちょっとガブ重すぎるな。なんかガブにはガチグマなんか投げようかなと思ってたけど、ガチグマアーマーが流せねえんだよな。ちょ、ドドゲミミックで言っていいっすか？まあ、鉄壁アーマーが切ってるんで、まあ、みんなはね、真似しないでください。いやー、ちょっとむずいな、なんか。いや、このルールね、まだ完全に理解、完全に当たり前だけど、全然理解できてないわ。うん。
まあ、とりあえずいろいろ触って強いの探していきたいですね。対戦者のシーバさん、よろしくお願いいたします。まあ、ドドケザンもね、もうそのうちなんか考えて使っていきたいですけど、え、なんか強いんだよね、ちょっとこの剣舞ドドケ使ってて。あー、ヤバソチャか。え、でもヤバソチャってね、実は剣舞系のポケモンに弱かったりするんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、ドドケザンで起点にできる、オッケー当てていく。まあ、硬いね。まあでもこれはいいダメージ入ってるからね。あー、地下水から入るんだ、偉いな。どうしよっかな。まあ一旦辻斬り打って急所狙っとく。まあ何されても別にいいっちゃいいんだけど、急所当たらない。まあまあでもこんだけ、あー待って、あー待って、瞑想あんのか。え、だったらステロマイテル、四足ドドゲザン引く。いや待って、サーフ号、え、でもサーフも投げづらいんだよな結局。え、でもこれドドゲザン投げたのナイスだな。ドドゲザン投げてないとね、ちょっとヤバソチャきついんだよね。まあドドゲザン引きます。いや、このドドゲザンはね、総大将なんでラスト1体からもうなんか 1v3 みたいのするのが強いんですけど、まあこの段階で投げるドドゲザンちょっと弱いんだよな、火力足りなくて。はい、力を吸い取る。で、これはあの、まあ力を吸い取るって、まあ、結構チート級の技なんですけど、剣舞に対して弱いんだよね。で、相手瞑想積んでるんですけど、まあ、ドドゲザンに対してはシャドボと、まあ、シャカシャカ砲で焼けたら負けです。ちなみに、え、これやっぱ物理3、いや、これちょっと良くないな。ガチグマなんか意外と出せないな、甘賀が多すぎて。はい、剣舞して居座ってきました。瞑想、え、そう無理でしょ。まあ、確かに相手なんか意外とドドゲザンきつそうなんだよね。え、ガブとかいるけど、え、ワルビアルもいるけど、ドドゲダンって超えれるんすよ、 B が高すぎて。てか種族値高いからね、ドドゲダンって。まあ一旦ドゲダンでいいかな。なんかフェアリーテラスとかだったら切れないもんね。え、落ちるでしょ、黒目がだよ。 OK、 ナイス。まあドドゲダンのね、火力をしっかりと発揮して、いや、もう一回剣舞積んでもよかった理由がね、一個あるんだよな。これね、多分ガブがプラス1総大将乗ってないと冬しろ落ちないんだよね、アクテラス切っても。で、なんかワルビアルとかまで考えると、もう一回剣舞、あ、待って、ワルビアル、あ、負けん気じゃなかった、ワルビアル来た、負けん気じゃなかった。俺のドドゲザンは総大将で、いや、これどうしよう。あー、自信過剰か。相手でいいよな。多分プラス1でしょ。で、ワルビアル、スカーフ系だったら結構いいダメージ入ると思うんですよね。いや、でもね、これね、総大将乗ってないせいで、相手プラス、え、さすがに不意打ち圏内入るよな。いや、入る入る入る。だってガブリアスが、大体ギリ落ちないぐらいだからね。ステロ込みで。総大将乗ってなくて。はい、オッケー。やっぱ硬いね、ドドゲザン。あー、いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ。これで相手もう一回ステロ踏んだら、ミミッキュの鍵打ち圏内には絶対入るんで、まあ一旦冬打ち安定ですね。で、どうせスカーフとかでしょ。引っ込める。あー、甘がいるのかな。ガブリアス、おー、ドドゲザンに対して、かなり強い戦術をしてきたが、ドドゲザン、お前、まだ強いのか。まあ、この試合、バサギリで、まあ、ステロ巻いただけなんだけど、え、なんか、バサギリじゃなくてもいいな、ステロ巻き。こうなってくると。まあ、でも、このヨザルとかもね、まあ、弱くはなかったんですけど、なんかパッとしなかったんだよな。え、これ、身代わり。いや、これでも、相手はね、不意打ち耐えるからね、身代わりしない可能性もあるんだよな。ちょっと卓だけど。まあ、不意でいいか。オッケー。あ、通る、通るならいいや。え、ワンチャン落ちないこれって。せいっ、うわー、強っ。総大将乗ってなくてこんな入るんだ。はい。まあ、ということで、あとはね、ミミッキュで影打ち打ってれば勝ちなんじゃないかなと思います。うん、まあ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 。いや、もうこの試合もバサギリ別に強くなかったな。ステロ負けんなら誰でもよかったもんな。まあ、なんかね、バサギリね、初手勝ち馬に直帰なら対面勝てると思って、あの、シザークロスインファで。まあ、インファあんまり警戒されてないんだよね。ちょっと使ってて思うけど。別にバサギリ弱いとは感じなかったんですけど、まあ、サーフ号にはテラス切らなきゃいけないのと、まあ、アシレールにテラス切って岩石アックスの強いから、まあ、そこはいいか。まあ、よかったらね、バサギリ使ってみてください。まあ、連撃ウラオスがいなくなったんで、確実に昔より動かしやすいです。なんかちょっと難しいなとは感じましたね。ということで対戦相手のシーバさん、ありがとうございました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。